ヨハンアドルフ・ハッセ・ベルゲドルフの聖火前にある記念像ヨハンアドルフ・ハッセヨハンアドルフ・ハッセはドイツの作曲家ハンブルク近郊のベルゲドルフに生まれ最初は父親に音楽教育を受ける素晴らしいテノールの声の持ち主であったため彼は劇団員の道を選び1718年にラインハルト・カイザーが指揮するオペラ劇団に参加したハッセは 歌手として成功を収めたことで、翌1719年にブラウン・シュバイク・リューネブルクの宮廷劇場と契約し、その後作曲も担うようになり、この地で1721年にオペラ・アンティゴノスをもって作曲家デビューを果たした。この最初の作品の成功によりブラウン・シュバイク校は、ハッセを勉学の完成のためにイタリアへ留学させた。ハッセは、ベネツィア、ボローニャ、 ローマを訪問した後1724年にナポリへ着いた。ハッセはナポリでアレッサンドロ・スカルラッティと親しくなり彼に指示しその音楽を身につけた。彼の作曲した2世のセレナータはスカルラッティから学んだ音楽で作られ成功を収めた。この成功によってハッセの名声は高まった。彼は単に有名なだけではない人気を得、ナポリ人から親愛なる。 ザクセン人と呼ばれた。1726年にナポリの宮廷オペラのために作られたオペラ作品、セソストラートは彼の名をイタリア中に知れ渡らせた。1727年にベネツィアへ移ったハッセはそこで有名な歌手のベネツィア貴族の娘、ファウスティーナ・ボルドーに人気台本作家の詩人、ピエトロ・メタスタージオと出会う。メタスタージオとハッセは、 意気統合して親友となり、以後二人は中世の友情を保った。1730年にザクセン選定貢献ポーランド国王フリードリヒアウグスト一世の宮廷学長に任命されたハッセは直後にファウスティーナと結婚し、ボルドーニアの養子となってベネツィアの市民権を得た。ザクセンはすぐにドレスデンへ来ることを望んだが、ハッセはおそらく妻の要望によって、 ベネツィアに1年間泊まり、ドレスデンへ移ったのは1732年の7月だった。ハッセは9月に、ドレスデン初のオペラ、クレオフィーデの作曲をすると、あとは再び、イタリアへ行き、さらに1733年には、ロンドンへ移った。この地で彼は、ヘンデルと対立している、排他的な派閥に、この親の競争者になるように誘いをかけられている。 しかし彼は懸命にもそれを提唱に断っており、ロンドンには貴族オペラカンパニー発足のコケラ落としとして上演されるオペラアルタセルセのリハーサルを監督をするだけの期間のみ滞在し、1734年になるとドレスデンに戻った。ファウスティーナはドレスデンで歌手として活躍したが、1733年にフリードリッヒ・アウグスト一世が崩御し、 フリードリッヒアウグスト2世が即位した後、次第に宮廷での人気が衰え、ハッセにベネツィアへ帰るように求めた。ハッセは長期休暇を取る権利を与えられていたため、望まれるたびに外国へ招かれ、特に妻ファウスティーナの実家のベネツィアには妻を伴って、たびたび赴き、妻が望むままに長期滞在を重ねた。ハッセはイタリア人に、 その感触と貴族の養子であることから、シニョーレ・サッ殺ーネと呼ばれ、敬愛された。プロイセンには、国王フリードリッヒ2世の招きで1742年と1745年に、赴いて、オペラの公演を行った。フルート奏者でもある国王は、八世のフルート音楽も愛好していたとみられている。1943年以降は、ビーンにもたびたび訪問し、 アントニオ・カルダーラ・ナキアと創作意欲を書いていたメタスタジオを歓喜させ彼の台本によるオペラを初演したそのカンドレスデンでも積極的に作曲しその影響はドイツの他の都市にも広まった1763年にフリードリヒ・アウグスト2世が崩御しッ世は高額の年金をもらい受けて宮廷学長の職を引退したしかし ハッセの創作意欲は未だ衰えていなかった。彼は家族と共にウィーンへ移り、親友メタスタジオの台本で、さらにいくつかのオペラ作品のウィーンでの初演を担い、1765年の新生ローマ皇帝ヨーゼフニセイの戴冠式では、祝典のための音楽劇、エジェリア・エゲリアの作曲を務める栄誉を得た。彼の最後の劇場用作品は、 ミラノでのオーストリアイコールエステ大公、フェルディナンドの婚礼のために制作されたオペラ、ルッチェーロ・ルチェーロとなる。すでに引退していたハッセだったが、大公の母マリア・テレジアが、こちらも引退を決めていたメタスタージオに、ハッセが音楽を作ることを条件に、台本作成を引き受けさせていたので、ハッセも親友の最後の仕事に力を貸す決断をした。 同時に1 5歳のウォルフガング・モーツァルトの作品、セレナータ、アルバのアスカーニオも上演された、この時ハッセが、このような才能が出てきては我々はすっかり影が薄くなってしまうだろうと言ったとレオポルト・モーツァルトの手紙に記されている。以前モーツァルトに会った時のハッセは友人への手紙に、父親が息子を甘やかしてその才能をダメにしないか、心配だとモーツァルトの将来を思んぱかっていた。 1781年ファウスティーナが没し、翌年メタスタージオがこの世を去ると、翌1783年にハッセも名誉と成功に彩られた84歳の生涯を終えた。ハッセとファウスティーナは共に同地のサンマルクオーラ協会に埋葬されている。ハッセが作曲した作品には120作品に及ぶオペラのほか、オラトリオ、カンタータ、ミサ曲がある。 器楽曲も多く作曲しており、中でもクラビーヤ用のソナタ、フルートのための競奏曲、室内楽曲が目立つ。1760年のプロイセンジンによるドレス伝法位の際に、選定校の出費によって完全版として出版する予定のために収集された彼の写本のほとんどが消失した、このため完全な形で残るオペラセリアは60余り、オペラブッファは20余りとなっている。 彼の作品のいくつか、例えばオペラ、キロに立つアルシーダ・アルシード・アル・ビビオや、気楽曲などは18世紀の名曲集等で出版されており、ウィーンやドレスデンの図書館には他の作品の自筆譜が多数所蔵されている。18世紀前半の他の作曲家たちと同じように、ハッセは主に弦楽器によって構成される小オーケストラを用いていた。彼のアンサンブルは、 オペラセリアの様式に忠実で、アリアを引き立たせる役割に徹している。優れた歌手でもあった、彼は優しく誠実なメロディの知識が豊富であり、そのことが彼の生涯における大きな人気の源であると言える。ファリネ・リィがスペインの病弱な国をフェリペ5世に10年間に渡って毎日繰り返し歌って聴かせていた2曲のエールは、共に8世の作品であった。 ハッセの妻、ファウスティーナについて言うと、批評家たちの一致した意見として、彼女が当時の声楽家に溢れていた時代において、最も優れた歌手の一人であったと言われていたことも付け加えるべきであろう。セデルフィウメ、フロムアルタセルセ、ありがとうございます。